はい、こんにちは。おかげさまで最初に出した方のこっちの中学の知識でオイラーの公式がわかるの方も、増刷になりました。ありがとうございます。こっちは初増刷です。初版が1万だったんで、まあこれも初版1万なんですけども、まあなかなか増刷にならなかったんですが、おかげさまで。ただちっちゃな書店ではもうほぼ置いてなくて、大型書店に行ってやっと1冊あるかどうかぐらいなんですけれども、ネットの方では、アマゾンでは、まあ、毎日ちゃんと数冊ずつ売れていて、おかげで増刷になりましたと。まあ、なんで増刷になるんで、まあ、本屋さんには少し出回るかもしれませんが、まあ、ネットでお求めになるのは確実だと思います。ありがとうございます。じゃあ、この問題なんですけども、これは以前紹介した岡山大学かなんかの、数字を変えただけです。で、まあ、5分の4の N 乗のガウス記号。でまあ、ガウス記号はもうもちろん一応このチャンネルではもう定義はもう説明せずに使っちゃいますけども、まあ、この中の数字を超えない最大の整数と。で、じゃあそれを6で割った余りはっていうことなんですが、まあ、とりあえずはまあ、こんなのそうしょっちゅう見るような問題じゃないんで、まあ、いくつか調べてみると。N 自然数だから、まあ、1だったら5分の4のガウス記号。これ 0.8 なんで 0.8 を超えない最大の整数は0と。で、それを6で割った余りだから、もう6。まあ、0割る6は0、余り0と。で、N が2だったら5分の16は、3.2 ですか。3.2 なんです。3と。じゃあ、3を6で割ったら余りは3と。で、N が3だったら5分の64ですか。これは 18.8 ですか。18と5分の4。で、6で割れば余り0と。で、5分の、次は、256。で、これは、51ですね。51。51は3の倍数の奇数。3の倍数の奇数は、6で割ると、余りは必ず3ですね。なんで、3と。となると、これなんか、0303と、東京03な感じなんで、奇数だったら余りなし。偶数だったら余り3かななんていう、まあ予想が立つと。じゃあ、N を偶数と奇数で分けて考えてみようと。まあとりあえず偶数、まあこっち、まあまあ偶数からいきますか。じゃあ偶数から考えたときに、M、これも整数、自然数です。自然数か。で、そしたら、5分の4の 2M 乗と。とりあえず、括弧の、このガウス記号の中身、まあ、いじれるだけいじっていけば、5分の16の M 乗ですよね。で、これ5でとりあえず割るんで、5で割ったらどうなるか、整数部分と、まあ、小数っていうか、まあ、1未満の分数に分けられないかなって考えれば、これは、16っていうのは、5の倍数である15たす1ですよね。の、M 乗を5で割ると。そうすると、ここは15たす1っていうのは、まあ、例によって二項展開。じゃあ二項展開もちょっと丁寧にやると、これは15の M 乗たすコンビネーション M1 の15の M-1 乗かける1たすコンビネーション M2 の15の M-2 乗かける1の2乗たす、点点点点点で、最後の手前が10、コンビネーション15、1の15かける1の M-1 乗足す1の M 乗と。そうするとこの最後、これもちろん1は何乗しても1なんで1。最後のこの1以外は全部15の倍数になってますと。ってことはこの式は5分の 15N 足す1と表せると。15の倍数と1。じゃあこれは、ガウス記号、こっちが 3N。で、こっちが足す5分の1なんで、これは、これもちろんラージ N は自然数ですと。そうすると、これは整数なんで、整数と1未満の分数なんで、これは小数点以下を取ればいいってことなんで、3N ですと。じゃあ、そしたならば、この 3N を6で割った余りがどうなるかなってことを考えるのに、じゃあ、とりあえずこの中身同士の、これとこれ。これ、イコールですよね。これ、中身ただいじってるやつなんで。じゃあ、3N 足す5分の1っていうのは、5分の16の M 乗。
じゃあ 3N っていうのは5分の16の M 乗引く1と5分の1がこっち来て引き算しただけで、これが6で割ってどうなるか。で、これもちろん5分のになってますが、必ず5で割り切れますよね。っていうのは上は因数分解できて16の M 乗引くもちろん1の M 乗なんで16引く1括弧16の M 引く1乗足す16の M 引く2乗足す点点点点点最後1の M 引く1乗と。そしたらこれはここが15なんで5と15で約分されて3括弧16の M 引く1足す16の M 引く M 引く2足す足す1で最後の狭いもちろん16。そうするとこれは明らかに16と足す1なんで、これ奇数ですよね。中身偶数と1だから奇数。ってことはこれは3括弧 2M 足す1なんで、6M 足す3だから、6で割った余りは3ですよ、ということが示せたと。なんで、N が偶数の時は、余りが3であることはここで示せましたと。じゃあ次、同じように、今度は、N を、2m マイナスだとこっち指数前に出すのがめんどくさいんで足す1にして n イコール1の時はもうあまり0ですよと。でそれ以上の時の話でちゃんと0になることを示せればいいと。 n イコール1の時は0で n イコール m イコール m イコール1以上すなわち3以上の時であまりがないことが示せればいいと。じゃあそうすると今度はなんていうか5分の4の 2m 足す1乗これもただとりあえず中身いじっていくとただ単に中身いじっていくだけ5分のまずこの1は前に出せるんで 4×4 の 2m 乗とでこれは5分の 4×16 の m 乗とでやっぱり5で割った5の5で割ってどうなるか整数と小数部分に分けたいからこれをやっぱり5分の4はそのままで16を15足す115足す1の M 乗としてあげるとこれが5分の4でさっきと同じでこれはもう15N プラス1ですと。そうするとこれは、いいんだよな。ここで、これが5分の 15N かける4足す5分の4。いいですね。要するとこれっていうのは、これ約分されて3だから 12N と 0.8 だからこれが取れて 12N これでもう終わっちゃっていいんですね。これでもう6の倍数だと示せましたと。なんで奇数の時は6の倍数なんで余りが0ですと。で N イコール1の時も0なら確かめてあるということで N が偶数の時は余りは 3N が奇数の時は余りが0ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。